今日の任務、3人も生かされるってことは相当強い鬼なのかな。そうかもしれないな。でも俺たちなら大丈夫だよ。お前のその自信はどっから来るんだよ。行きたくないけど、今日はカナオちゃんも一緒だから頑張らないと。分かってはいるんだけど、やっぱり怖いよ。善逸、もしも善逸がピンチになったら私と炭治郎が絶対に守るから、だから頑張ろう。カナオちゃん、ありがとう。俺頑張る。善逸偉いぞ。ちょっと、俺のこと守ってくれるんじゃなかったの？炭治郎、カナオちゃん、いきなり消えるとかひどいよ。どこ行っちゃったのさ。まさかと思うけど、もしかして俺一人でこの鬼を倒さないといけない感じ？嘘でしょ、無理だよ。カナオ、怪我はないか？大丈夫、でもこの体、鬼の血鬼術のせいで子供の姿になっちゃったみたいだ。善逸は？いない。きっと血鬼術にかかったのは俺たちだけなんだと思う。ってことは今頃善逸は一人であの鬼と戦ってるってこと？多分。早く助けに行かないと。でもこのままの姿じゃ刀を持てないし何の役にも立てない。じゃあ一度蝶屋敷に戻って姉さんに直してもらおう。そうだな、そうと決まれば急いで行こう。カナオ、なんかおかしくないか？町に人がいない。ここには俺たちしかいないのかな。あ、あそこに子供がいるよ。本当だ、あの子に他の人はいないか聞いてみよう。そうだね。こんにちは。ん？誰だお前。え、品津川さん？俺になんか用か？顔は風柱様だけど体は子供。それに私たちのこともわからないみたい。どこかに大人の人っている？大人？お父さんとかお母さんとか。いねえよ。炭治郎、もしかしたらこの世界には大人がいないんじゃない？大人もみんな子供の姿にされちゃってるのかも。そうか、だから品津川さんも子供になってるのか。大変、姉さんたちも私のことわからなくなってるかも。蝶屋敷へ急ごう。今日は忍さんに禰豆子を預かってもらってたから禰豆子も一緒にいるはず。お前らどっか行くのか？一緒に遊ぼうぜ。ごめんね、私たち蝶屋敷に行くの。そんなの遊んでからでもいいだろ。急いでるんだ。もしよかったら一緒に行く？いいのか？ここに一人でいるのもつまんないし、俺も行く。よし、じゃあ走って行こう。追いかけっこだな、俺についてこい。すごい、あっという間にあんなところまで走って行っちゃった。急いで追いかけよう。うん。着いたぞ、俺が一番だ。はあ、早すぎる。やっと追いついた。カナオ、大丈夫？なんとか。お前ら足遅いんだな。蝶屋敷ってここだろ？入ってみようぜ。俺たちも行こう。姉さん。禰豆子、いるか？お邪魔します。お、誰かいるぞ。あなた、誰？俺は品津川さねみだ。品津川くん、こんにちは。私はかなえです。こっちは妹のしのぶ。よろしくね。おう、よろしく。炭治郎、大変。姉さんたちまで子供になっちゃってる。そんな、もしかして、禰豆子も？ん？あ、禰豆子、やっぱり子供になってる。なあ、禰豆子、俺のこと、わかるか？ん？ダメだ、わからないみたいだ。やっぱりこの世界には子供しかいないんだ。しかも元の姿の時の記憶はないみたい。どうしよう、姉さんに血鬼術を解いてもらって善逸を助けに行きたかったのに。私たちずっとこのままなのかな。善逸が鬼を倒してくれるって信じよう。善逸ならきっとやってくれるさ。うん。あなたたちはどこから来たの？お名前は？俺は炭治郎。
私はカナオ。炭治郎くんにカナオちゃん、そんなところにいないで、こっちで一緒に遊ぼう。篠津川くんも。お絵かきする？おままごとでもいいよ。なあ、もっと面白い遊びはないのか？面白い遊び？戦いごっことかヒーローごっことか。そんな遊びはしないよ。なんだよ、つまんねえな。普段の皆さんの姿を知っているから、子供の姿で遊ぼうとしているのは新鮮だな。品津川さんはめちゃくちゃ元気な子だし、金井さんと忍さんは女の子らしくて可愛い。禰豆子の可愛さもさすがだ。あ、びっくりした。どうしたの？いるじゃねえか、男。え、他にも誰かいるの？おい、お前、俺と一緒に遊ぶぞ。俺はいい。義勇さん、静かすぎて気づかなかった。なんでだよ、いいから遊ぶぞ。やめろ。富岡くんは一人でいるのが好きみたいで、あまり一緒に遊ばないの。私たちから話しかけないと、ずっとお部屋の端っこで座ってるんだよ。そうなんだ。そのままの性格で子供に戻ってるんだな。カナオ、俺あっちで品津川さんと義勇さんと遊んでくるよ。カナオはせっかくだから、カナイさんと忍さんと遊んだらどうだい？いいのかな。鬼のところに行く方法もわからないし、この姿じゃ何もできないだろ。ここは善逸を信じて待つしかないと思うんだ。確かにそれもそうだね。じゃあ私、姉さんたちと禰豆子ちゃんと遊んでくる。ああ。おい、お前なんで遊ぶの嫌なんだよ。俺は一人で過ごしたいんだ。そんなのつまんないじゃねえか。俺も入れてくれないか？お、炭治郎、いいぞ、仲間に入れてやる。俺はここで見てる。何言ってんだ、お前も一緒に遊ぶんだよ。やだ。品津川さん、元気いっぱいで暴れん坊だな。無表情の義勇さんにめちゃくちゃ絡んでる。それに比べて女の子チームは穏やかで平和だな。4人で何してるんだろう。お絵描きかな。すごく癒される光景だ。炭治郎、柱の2人と一緒に遊ぶって言ってたけど、ちょっと心配だな。もしも乱暴な遊びをしてても大人がいないと怒られることもないんだよね。子供だけだといざという時頼れる人がいないし、こんな世界やっぱりダメだよ。早く戻さなきゃいけないのに。あれ、ここはさっきまで鬼と戦っていた場所？あ、体が元に戻ってる。ってことは血気術が解けたんだ。あー、炭治郎、カナオちゃん戻ってきたんだね。よかった。善逸、ありがとう。一人で鬼を倒してくれたの？そうみたい。二人が消えちゃったとこまでは覚えてるんだけど、俺そこで気絶したみたいで、今気がついたら鬼が消えてて、代わりに二人が戻ってきてたんだ。二人とも無事で本当に良かったよ。善逸、本当にありがとう。俺たち鬼の血気術のせいで大人のいない世界に飛ばされてたみたいなんだ。戻ってこられたのは善逸のおかげだよ。ん？大人のいない世界？何それ？私たち子供の姿に変えられたから、超屋敷に戻って血気術を解いてもらおうと思ったの。そしたら姉さんたちも子供の姿になってて。え、姉さんたちも子供の姿？忍さんとカナエさん、それから禰豆子も幼児化してたんだ。はぁ！あと品津川さんと義勇さんも。男はどうでもいいんだわ！え、善逸？禰豆子ちゃんとカナオちゃん、忍さん、カナエさんの幼い姿がいっぺんに見られる世界だぞ！俺はたった一人で鬼の元に残されたっていうのに、そんな夢みたいな世界があったとかふざけんなよ！血気術にかかってそんないい思いできるとか聞いてないんですけど！善逸、ちょっと冷静に！うっさい！俺だって幼児化して楽しい時間過ごしたかったわ！いやでも、善逸のおかげで俺たち元に戻れたわけだし、善逸がここに残ってくれて本当に感謝してるんだぞ。うん、本当に？ああ、善逸がいなかったら俺たち、あのまま大人のいない世界から戻ってこられなかったし。それはそれで天国だと思うけど。いや、それは。善逸、もしよかったらこの後、蝶屋敷に来る？
姉さんたちが小さかった頃のアルバムがあるかもしれないから。本当？行く行く、今すぐ行こう。やるな、カナオ。善逸の機嫌が治った、よかった。あの後蝶屋敷でアルバムを見せてもらったんだけど、可愛い写真だらけで一気に幸せいっぱいになっちゃったよ。今回俺一人でよく頑張ったよね。俺の頑張りを褒めてくれるって人は高評価ボタンを押してくれるとめちゃくちゃ嬉しいな。